Google の機械学習 API を使えば、普段自分が話している日本語を記録解析して、自分に最適な英会話学習が作れるんじゃないかなと思って開発しました。みんなが結構旅行中にたくさん写真を撮ると思うんですけど、そういった位置情報に基づいたデータっていうのを活用して、天気とか季節とか、例えば過去の景色とか、実際に見ているもの以外の表情を見ることができたら、きっと旅行体験をよりリッチなものにできると考えたのがきっかけです。僕自身Google カレンダーの愛用者で、プライベートから仕事の予定まで全てのスケジュールを一元管理して、そういう情報をこうパッと見てすぐ確認できるような、スマホとこう紙のカレンダーの両方の特性を持ったような、そんなプロダクトがあったらいいなと考えてこのデザインをしました。マタニティマークはそもそもは妊婦さんに配慮するために作られたものだと思うんですけれども、実際はこう電車の中で皆さん座ってしまうと、スマホに夢中になってしまって顔が下がってしまうんですね。席を譲りたいと思っていても気づかないということがあるということは分かりました。そこを逆にスマホを使って解決できるというふうに考えたんですね。それがこのスマートマタニティマークというデバイスになります。